よいしょ。はい、トレーラーの中に入ってきました。一応ロック。はい。では電気をつけていきましょうかね。うちも一応電気つけておきます。フルでつけておきましょう。はい。うちも。はい。ほんと。はい。マックスの中にです。はい。はい。うちの奥さんです。はい。はい。こんな感じで、これ、ちょっと撮影していきましょうかね。12月15日木曜日の昼間ですね。子供たちは小学校に行ってます。で自分たちはもう土日働いて、この木曜日が唯一の休みなんで、楽しい休みですね。これが楽しみです。はい。で、はい。私のハイラックスですね。外に泊まってます。これはまた別で紹介していけたらなとは思いますんで。ちょっと寒いんでですね、今日は。この中は今 12.5 度。うん。寒いのでちょっと暖房つけてみましょうかね、これ。スイッチ入れて。何度になるかしていきましょうかね。これ検証もどのぐらいだったの。結構ねすぐ温まるって言われてるんで、この排気、こことこの奥ですね。で今が改めて、11時27分 12.5 度ですね。検証していきます。はい。ではちょっとまず準備しながら、弱離ねしながら飲んでいきましょう。はい。ではちょっと弱離を場所移動したんで、こうね説明していきたいと思います。これですね、前の動画でおすすめしてた冷蔵庫、こんな感じですね。あ、これ逆ですね。ちょっとまた逆にしましょうかね。入れ替えます。でここにこれ単純ですね。もう電源ボタンがここにあって、で、設定。まあ、設定ほぼ使わないですね。これはもう、プラスかマイナスか、もう、ね、0度にするか、このマイナスにしていくのか、みたいな。これ、今ね、何ボルト使ってるっていう。残量かな?ちょっとわかんないですけど。まあ、どうせ AC 使ってるんで。でもこれバッテリーがあるわけじゃないです。だから残量とかあってもね、この残量メーターみたいなのあるけど。ここに USB がまた別であるんで、ここから携帯も充電できますよっていうのはついてるけど、結局これは電源 AC つないでないとダメなんで、こんなんあってもなんか意味ないような気がしますけど、ちょっとよくわかんないですこれ。でも使い勝手はいいです。はい、開けます。ちょっと力いりますね。正直力はちょっといります。開けるとき今女性の手で開けました。はい。もうビールしか入ってないですけどね、今日飲んじゃろうかなっていうぐらいのビールを入れてます。こんな飲まないですけど、結構キンキンに冷えます。マイナス2度とかそんぐらいの設定で。よいしょ。まあ実際にどれぐらいこれが容量を使うのかっていうところですね。今つないでて、はい、今アウトプット0。これはもう設定温度に達したんで、まあ0ワットですね。こういうのって結構まあ自分もいろいろな家電使ってるけど、1か0かなんですね。冷やすか冷やさないか、もうそれだけで思う。だからこの設定温度を今もっと低くしてマイナス5にします。そしたら絶対動くんで。はい、冷蔵庫がうーっと言って動きました。ちょっとねヒーターのうーっとかぶってちょっと分かりづらいですけど、はい。でこの今、はい、これこれこれ46、これぐらいですね。47だから今 63% あって、これをずっとつけるとここにありますね、49時間はこれで動きますよっていうことですね。これもうほとんどすぐこう 中身の容量が9リッターなんで、すぐ冷えるんですよね。本当に。だからすぐ止まります。で、保温性もいいんで、うん、すぐマイナス5まで到達すると思います。さっき設定した。で、また止まって0になって。だから、これだけでも、ちょっと、まあ実際にね、まあ自分キンキンが好きなんで、マイナス2ぐらいにして。そしたらもう、止まって。
ゼロですね。まあ、実際本当ジャクリーのパーセンテージは減らないです。なかなかこれ大きい冷蔵庫もねあるんですけど、前の動画で言った通り、でもこっちの方が使い勝手は非常にいいですね。大きいのも今度持ってきてやりますけどね。じゃあちょっとね、つまむための料理っていうほどじゃないけど、昨日ね、すき焼きをして、違う、おとといだ。おとといすき焼きをして、昨日はそのすき焼きの残りでうどんをして、で、さらにそれが余ったので、それをこうタッパに入れて、まあ、今からちょっとしたつまみで、ね、とお菓子と、そういうのでやっていこうかなと。まずは、ね。で、これ、つけ方が、普通にひねってつけてるだけ。え、つける?よし。これ、ね、結構簡単につく。はい。うん。ドバッと。やっぱいいね。トレーラーでこうね、料理をするっていうのも最高やな。いいね。いや、ほんと、こういうのがほんといい。もっとしていきたいけど。ね、うちはほんとカフェやってて、お客さんとかにはね、ハンバーグだの、唐揚げだの、まあ、キーマカレー、ね、スパイスカレーとかをいろいろ提供してるんですけど、まあ、うちの晩飯とかではもう全くそういうのは出ません。もうせっかく作ったのに自分たちで食べるなんて、ね、もう仕込み、もうまたしなくちゃいけなくなるから、なんか仕事を増やしたくないっていう意味で食べないのが、だからこういう簡単なものがほとんどですね。弱火はこっちなのに中火はこっち。あ、そうそう、なんかそれなんか誰か言ってたな。なんか強火から始まる、普通ね、あの弱火から始まって強火なのに、強火で弱火なんで、まあヨーロッパ仕様なんかな。そうですね。ね、これね、あの2022年モデルみたいですね、このエメロードは。なんか木目が、他の動画見る限りは、まあ、ここもちょっと若干変わってて、こういう木目が今横の木目なんですけど、前は縦の木目だった。だからなんだっていう話ですけどね。別に言われないとわからなかったし。まあ、でも嬉しいですよね。最新に乗ってるっていう。はい。準備ができましたんで、で自分たち小食なんであんま食べないんで、うん、まあこんぐらいをつまみに、まあ、ビールを今から飲んでいきましょう。はい。ちょっとね、奥さんちょっと映りたがりじゃない、まあ自分が映りたがりでもないですけどね、映りたくはないけど、あんまりこれね、コストコですごい安かったんですよ。これ、ね、1本70いくらぐらいね、多分ね、うん、でまあすっきりしてて美味しいらしくて、まあ、半額でこれだったから、まあもしかすると150円ぐらいするのかもしれない。普通はいつも半額やったらまた買うけどね。で自分はまずはコロナでやっぱりね、うん、一緒に幸せな瞬間、ね、はい、お疲れさん、お疲れ様です。うまい、おいしい、食べよう。はい、はい、あ久しぶりよね、こうやって昼間からね。本当本当、うん、ちょっと冷えたかも。ちょっと段取りが慣れてます。うん、うん、本当トレーラーね、こういうのが最高と思いますよ。悩んでる人は本当買った方がいいと思います。美味しい、持ってきてよかったね。うん、今ヒーターつけて21度になりましたね。こう12時39分何分くらいだっけ。11時27。ああ、じゃあ1時間ちょっとつけてるのか。でもヒーターも、はい、こんな感じです。ちょっとね、低くしたりもしてるけど真ん中ぐらいですよね。
マックスにしたらちょっと暑すぎたんで、すぐにここぐらいにしたけど、それでも暑かったんで、もうここにして、それでも21度。これまた上がりそうな気がするけど、全然寒くないです。外はね、一桁ですけど。はい、昨日撮ってから1日がちょうど過ぎたぐらいですね。12月16日金曜日の11時22分。ちょっと1日経ってちょっと雨が、で、昨日そのままですね、実はこの冷蔵庫置いてました。弱利でずっと冷やしながら、ちょっと、あ、これ逆になってますね。ちょっとひっくり返します。はい、これですね、今中の温度がマイナス3度、だいぶ冷えてますね。設定温度はですね、マイナス2度で設定してましたんで、まあ、今はちょっと保温状態で電力が流れてない状態でしょうね。んで、ジャクリが昨日が 63-4% だったと思うんですけど、 59% 4% しか減ってないですね。なんとまあ素晴らしい、まあ、1500Wh の 4% ぐらいって言ったら、計算が難しいですね。 60Wh ぐらいですか、しか使ってないっていう計算になるんですかね。はい、素晴らしいですね。ちょっと計算早かったかもしれない。ジャクリが素晴らしいっていうのもあるかもしれないですけど、このこれですね、ほんと自分の中じゃこのぐらいの、まあ9リッターしか入らないんですけど、でもまあそんなに必要ないよっていう人は本当にこれで十分かと思います。何が入って、まあ今はですね、ちょっとコロナビールが今計6本ですね。入れようと思ったらこれ9本まで入ります。で、隙間にこの350を入れて、で、これだったら9本入ります。この350、500でも縦に入れたら入るんで9本入りました。なのでまあまあ10本いかないぐらいのビールでいいっていう、1日だけでとか2人で3人でね、そんぐらいしか飲まないとかいう場合はこの冷蔵庫で本当に十分と思います。電力もあんまり使わないし、あんまり大きいの持っていくと逆に電力やっぱ使ってしまうんで、もったいないかなと思います。あと冬はでね、どうしてもポータブル電源も、うちもね、ブルティーとこれを持ってるんですけど、冬はまあ使わないですよね、そんなに。冷蔵庫も外気温が低いので、そんなに、まあやっぱり夏ですよね、問題は。はい、まあそれは来年いろいろとレビューできると思いますので、楽しみです。まああとちょっと電子レンジのね、動かした時も一応やってみましょうかね。まあもう使うとしたら、もう冷蔵庫、電子レンジ、オーブン、まあそんぐらいと思うんで、まあ他の動画でも使ってるね、動画いっぱいあるんで、まあいらないかもしれないですけど、一応せっかくなんで準備します。